今日は仲良しビクトリーズの岡田さんのお家にお邪魔しております。あ、こんにちは。こんにちは。前もこの画角ありましたよね。ありましたね。フワちゃんが来るっていうやつで。確かに、はい、ほんまや。定期的にこの定期的にこの画角やな。この画角ありがたい。あ、でも前回は、はい、がっつり色はずかぶっちゃってますけど顔大丈夫ですか？前回右と左がこう、あ、確かに逆でした。逆でしたね。確かにちょっと違和感ありますか？ちょっとやっぱ、あ、そうです、ありますね。あ、でもこっちの方がやりやすいかも。あ、いい違和感だったんですね。うん、いい違和感、うん、なんで位置変えたんですか？なんかこう、青とこう、はい、特に理由ないとか理由はないってことでいいですよね。いや、ダメです。引き下がるな。ダメです。ダメです。あ、ダメです。はい、今日はこれから、岡田さんの YouTube、はい、岡田大江の、はい、撮影に、なんと参加させていただくということで、はい、ありがとうございます。鳥山がね、そうです、まだ来てないですけども、はい、お世話になってます。いや、こちらもそうです、はいはい、楽しみですね。そうです。今日は何をするんですか？今日はちょっとボードゲーム。ボードゲーム、はい、楽しそう。うん、やりますので。なんかチェスとかそういうことですか？あ、じゃないです、オリジナルの。オリジナルの、はい、僕作りまして。ボードゲーム作れるんですか？僕ボードゲームを作らせたらもう右に出る者はいないって言われてますので。右だらけじゃなくて？いや、誰も、ガラ空きです。右、左にはもう歳差じゃなくて、あなた違います。最も左にいる人じゃないの？違います、違います。歳差じゃないんですか？歳差じゃない、歳差ってないんだよ。歳差、ボードゲーム界の歳差じゃないんですか？違います、歳右ですね。そんな考える必要ありました？左右です、左右です、ほんまに左右です。左右です、ほんま、左右です。温かいお湯、はい、はい、左右、白いお湯と書いて左右。はい、今から撮影するんです、大丈夫ですか？そうです、お互い絶不調ですけど。、まあ、ついに消えた、消えた。え、ついに来ました、今のリアクションとともに。オレンジ色しか見えない。よろしくお願いします。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 いや、流れ、あ、髪の毛がボトルにチリ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 って。なんか線香花火みたいな。おつでしたね。夏でしたね。夏でした。ちょっと音いいですか？いただきます。若干線香花火感ありますね。はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。あ、来ました。来ましたので、おはようございます。おはようございます。あれ、あれか、ドッピーか。上手だった3、4とか、あ、わかんないですけど、3、4、え、3、4やったら後残るのは、確かに、あれ、どうして、2、5か、あ、2、5か、サイコロ買い忘れて、今、手作業でサイコロ作ってます。2、5で7で、2、5で7やから、調べろって、3、4で7。じゃあ、だったら、取っちゃうんか、いけんじゃないですか。調べれば、どっちが済むからそうなるかっていうの。確かに、どっちが2、5、3、4か、2、5、3、4かで、だいぶ変わってます。数字どこかなって思ったなら、調べた方が早いってネットあるんだから、ね、3、ここ3かな、なんか、じゃないと、なんか、こっち数読やってんのか、かわいそうじゃない。確かに、かわいそうか。かわいそうって何？なんか、こっちばっかみたいな。こっちだって5にしたらさ、もうこっちばっかない。あ、強いっすね。うん、かわいそうや。下段が強くなっちゃう。だここ下段っていうか、もうサイコロにするんだから、上下ねえだろ。上段が寂しくなっちゃいますね。2、5やったら、作れやん。3、4か。もういいよ、別に。どっちにしろ上段を強くさせてあげたいですね。うん。じゃあ、ここ2で5にする。ここで2で5でいっちゃいますか。ほんだら、まあ、全体で見たら。まあ、バランス的には。そう。うん。いい勝負、いい勝負ですね。上段 VS 下段。バトらせんな。そうやな。上段と下段を。じゃあ、2。2。うわ、書いてもうた、最悪や。うわ、まあ最悪別に
もう一回作ればいいんで、うんうん、そうかそうか、最悪だよ本当に。結構時間あるもん。そう、3、4、私1時間ぐらいあるね、うん、このサイコロ作りで。ねえ、そんな分厚く時間取ってんだ。サイコロ作り、サイコロ作りがメインですか。そうか、メインやから。なるほど、これだな。なるほど、こうす、あ、インちゃん、なるほど、あ、すごい。うわ、あの、くる、あの何、数字じゃなくてあの点にしたらよかった。確かに。何最初くるって回転したんだよ。くるくるなやつにしたよ。確かに。ミスった。まあエアこれで。確かにあんま数字のサイコロ見ないっすよ。まあ逆にっていう感じで、あえての数字みたいな感じで。うんね、そうそう。趣がありますね。うん。趣しかない、むしろ。完璧じゃないですか。完璧やな。ああ、なるほどね。その、のりしろ部分を。そう。しっかり。作ってる。マジでその発想なかったな。器用だな。図工5だったでしょ。図工5やった。やっぱ全部5やった。あの1年は3段階やったけど、その全部上の数字やった。あ、そうですよ、うん。違うもん、格が違うもんね。うん。岡田応援のね、はい、収録が終わりまして、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。大盛り上がりでね、はい、ありがたいことに。いや、ほんまに、はい、楽しかったですね。どうしっこが声だけの出演なんですか。楽しかった、ね、事務所 NG とかあるんですか。ないですよね。いや、別ないけど、まあまあ画角的に、ね、まあね、なかなか3人入れないんだよね、悠々だからね、うん、あ、まあ、誰かが抜けてしまう。そう、ここで、そこでいいんじゃない。間でこうしようか。いや、なんでやん。これいいね、ちょうど。ちょうどいいよ、岡田 TV やん。岡田ドキュメント TV。TV やん。おっきいやん。はい、結構ね、こう、大盛り上がりで、はい、わきあいあいとやって、岡田さんが、とても大笑いして、はいはい、まあまあ、その、おしっこ漏らしちゃう。ちょっとですね、少量、ちょっとだけね、少量の、本当に少量、少量尿を、うん、漏らしてしまったっていう。そうなんだ、うん、すごいな。え、もう漏らさしたんは2人目ですか。なんか、あ、その何人漏らさした。僕のことを漏らし師みたいに言わないでください。漏らし師ですもんね。違います、漏らし師じゃない。お笑い漏らし師ですもんね。お笑いじゃない漏らし師がいるみたいに言わないでください。普通の漏らし師もいますもん、ね、いますもんね、うん、純粋漏らし師、うん、そうそうそう、そう料理家漏らし師もいますし。一番相性悪いですよ。料理と漏らしはシャーみたいなのありますから。フナッシーじゃないか。ねえ、そうなんです、そうですね、うん、はい、フワちゃんも漏らしてましたしね。そうですね、うん、漏らし師や、プロの。ほんまに。ありがとうございました。いえいえ、はい、ありがとうございました。またコロナがね、案件、まあ、じゃあだんだんちょっとその自粛、うん、はい、緊急事態宣言じゃなくなって、こうやってね、集まれてよかったですね。いや、よかったです、うん、ほんま、そうか、意外と久しぶりでしたね。そうですね、うん、こうやって3人でね、うん、動画撮るのね、うん、はい、いや、なんで離れてる。